インコース13番ホール513ヤードのロングホールになります。さあ浜野プロ、ここどんなホールになりますか？はい、右ドッグレッグの、ロングホールになりまして、はい、まあ、ティーショットしっかり左すぎちゃうとバンカー入るので、うん、まあ、少し今狙って左右目に狙っていただいて、はい、セカンド3打目は池が絡んでくるので、はい、そこ注意しながら行きたいです。これはレイアップするよ、セカンド。レイアップ。レイアップだろうね、はい、だったらそんな飛ばす必要ない。そうですね、うん、今度は鈴木さんから、はい、はい、行きましょう。はい、お願いします。はい、お願いします。お願いします。そっかそっか、うん、これだったら、あの持ち玉でうまく、うん、うん、うん、ナイスです。ナイス。はい、ありがとうございます。はい、ナイスです。ありがとうございます。あ、バンカーまで行っちゃったかもしれないぐらい。行っちゃったかもしれない。ギリギリ止まったかな。はい、じゃあ玉木さん行きましょう。お願いします。はい、さあバーディー取ってノリノリですから、うん、あれ聞こえてないぞ。ああ集中集中集中して全員集中だ鈴木さんいいとこ行ったんでちょっと狙いますよ僕。はい、うん、ましょう。ナイス。いい球なんだけどな。バンカーかなー、飛びすぎて。うわ、直接バンカー行きました。キャリーでダイレクトバンカー。じゃあ浜野プロ、はい、はい、行きましょう。お願いします。お願いします。浜野プロは狙いは、私はもう上げてるし3打目勝負なんで、こっちのカート道の左からフェードで、はい、ナイショー。ナイショー。素晴らしいな。完璧だよ。完璧。あー、いいねー。どうす。いやー、いいねいいですね、素晴らしい。よかった、なんかちょっと先週の引きずってたんで。でもあんなの普通だよな、プロだもの。じゃあ、アメさん、見せてもらって。これはもう、プロすぎてペだから。やめてください。ペレだよ、ペレ。キャリー。いやー、いい方向行ってるけど。あ、上げが、上げがあるからどうだ。あー、見えない、うん、上げてるからね、上げてるからダメだな、ね、分かったですね。はい、行ってみましょう。さあ、アマチュアチームはバンカー入っちゃいました。鈴木さん、はい、何番持ちましたか？一応7番。はい、池だけ気をつけて。はい、はい、あー、勘だな。まあいいか、うんうんうん、まあいいかな。失礼しました、うんうん、だってあの木までいったら100ぐらいですよ。そうですよね。あれちょっと深く入っちゃいましたね。うぅ、あっちかな。あっちで、うん、あっちで行きましょう。あれ先週バーディーを取った人とは思えない。もう一回やりてないいフォローが吹いてるんで、浜野プロはまずいいとこに置くと。はい、グリーン右のバンカー方向に、はい、そしたら青山さんが狙ってくれるんで。はい、よいしょ。ありがとうございます。ナイスです。あれもう一個大きい番手だったら乗ったんじゃない？乗るまでやりました、ね、いや、このフォローは結構フォローですね。生かした方がいいですよ。はい、青山さん何持ったんですか？スプーンで、はい、池の上からフェード、スライスかかれば、うん、かかんなかったら池、はい、でもフォローなんでね、うん、いいですよ。わ、いい球だけど、あ、スライスかかんない。キャリー、あー、惜しい、惜しい、スライスがかかんない。ナイストライ。でもナイストライ。さあ、アマチュアチーム乗せたいですね。あー、右だ。どっち逃げた？逃げちゃったな。これでいくつですか？190ぐらい飛んでる。で、こっちが170。右です。まあ1個安全なところに置いたと思えば。85とか80いけばグリーン乗るんで。
私だったらこっちでしっかり振っていく。こっちだと合わせに行く可能性あるじゃないですか。玉木さんすげえ怒られてる人みたいな表情が。でもこれさっき6番で失敗してるから、そういうね、そういう別変わんないんですけど、それだったらもう右向いて捕まえに行っちゃうか。ああなるほどね。でもうこっちだったらもう自分でどっちの球が得意かですよね、うん、右と左。じゃあ6番で、うん、はい、じゃあそれマーク拾ってそういけるから、うん、いつも通り打てば絶対ドローすると思います。はい、じゃあ6番で、はい、ちょっと早いぞ。キャリー超えろ。あちょっと早かったなさあではアマチュアチーム、はい、4打目になりますか。はい、はい、さあここはグリーン形状難しいんで、うまい、止まんないのか。おーナイスです。結構変わるんですね。あこれでも止まらないんだ。そうなんだ、はい、もっと右でもいいぐらいなんですね。ありがとうございます。いやでも上手ですこれは、うん、はい、ナイスアプローチ十分十分。ああいいでしょう。あいいんじゃないこれ。ああ跳ねちゃうかそっちに。落ちてこい落ちてこい。結構ですね。ああちょいかな。あでも流れ今のでかいね。今のも落とすところがほんのちょっと手前ならあれでバッチリぐらいだったんでしょうね。できればあのグリーン2段グリーンの上行きたいですよね。同じ段行きたいですね。はい、はい、じゃあ行きましょう。残りどのぐらいでした。47でした。はい、47ヤード58度で行きます。ちょっとランを出す感じで行きます。おーいいとこ来た。ありがとうございます。ナイスです。いいとこ来た。アナさんも同じく俺は52で手前から、はい、うまい。あーほどけちゃった。あーほどけちゃいましたね、うん、ダメだ止まれ。はい、うん、でもナイスです。いやほどけるってどういうことなんですか。スピンがあーかからないってこと、うん、かからなかった。転がしの中でもスピン入れていきたいですもんね。あとは頼むよ、はい、あとは頼むよじゃあ鈴木さん入れるしかないですかねこれ。そうですね、ね、うん、あ、打っちゃった。これダメだこれダメ。あでも結構切れる。いやごめん、打っちゃった、うんうん、どのくらい見ます。なんか上りに見えるんですけど今転がり良かったんで、うん、はい、うん、2カップぐらい。はい、うまい、いいとこ出てる。伸びれば、ナイス。入れちゃってください。はい。いいのかね、入れちゃって。合ってます。はい。はい。うん、はい、ナイスボギー。はい、ナイスです。はい。ボール1個ぐらい膨らましてもいいかもしれない。はい。上りでいいですかこれ。平ら？平らだな。少し上ってるか。少し上り。うん、え、待って今。全然。いや違う。押した？いきます。先行きます。はい。ナイスパー。ありがとうございます。さあバーディーパット。うまい。おーい、ナイスバーディー。